シリーズでお伝えしています追跡 iPad、 昨日までは iPad が家庭や企業で実際にどう使われているのか見てきました。日本での発売から1ヶ月余り経ちまして、 iPad の利用が広がりつつある場所があるんです。それは教育の現場です。追跡 iPad の3日目は学校で取材しました。岐阜県にある中部学院大学短期大学部幼児教育学科では、保育士や幼稚園教諭を目指して200人の学生が勉強に励んでいます。こちらの教室ではピアノのレッスン中です。よく見ると楽譜があるべきところに iPad が、画面には楽譜が表示されています。めくれる？はい、どこ弾いてるかよく見ててね。わかる？次のページめくって。画面の楽譜通りの音が流れ、今どこを演奏しているかが一目でわかるようになっています。またリズムを測るメトロノームもタッチパネルで自由に操作できます。このアプリは地元岐阜県の情報処理メーカーが開発したピアノ楽譜ソフトを教育用に改良したものです。 iPad 10台は大学が購入しました。なぜピアノの授業に iPad を使うことを思いついたのでしょうか。楽譜立てにこう置けるっていうことが一番私の気に入ったところで、パソコンは置くことができませんし、かといって iPod ですかね、ちっちゃな iPhone とかそういうものではとても小さいので、音符の大きさとこの画面の大きさがとてもいいと思って、これをまず楽譜立てに置きたいと思って使いました、はい。一方学生の反応は、私は初心者なんでやっぱりそのリズムとか間の取り方とかがよくわからないとこが多いんですけど、はい、これがその楽譜の隣とか、これを楽譜にしてるとやっぱりここから音がちゃんと聞けるんで、だから自分がどんな風に弾いたらいいのかっていう参考になるんで、すごい便利です。歌のレッスンでも手に持つのは iPad です。紙の譜面は使わなくなりました。名古屋文理大学です。情報メディア学科では去年から学生たちが iPhone 向けのソフトを開発しています。今年に入って iPad 向けアプリの開発プロジェクトも複数進められています。今はこれは何を開発してるんですか。iPad で焼肉を焼くアプリです。髪を変えることもできます。これだけでも美味しさが伝わって、ご飯とかビールとかを自分で用意していただいて、これをつまみに食べれるという。他にも災害現場で外国人に簡単に問診できるアプリなども開発しています。先週情報メディア学科の教授と職員が集まり、 iPad の勉強会が開かれました。いよいよですね、実践的に来年どういうアプリケーションを学生に推奨して、どういうシステムで情報を配信していくかというような利点。情報メディア学科では来年の春の新入生100人全員に iPad を無料で配布する予定です。大学では iPad を教育現場で学生と教員が情報を共有できる新しいコミュニケーション手段と捉えています。一人で使うんではなくて、このタッチパネルを大勢で触りながらみんなで共同作業をするとか、あるいはプレゼンテーションにしてもですね、こう人にこう見せると言った時に自分だけで使うんではなくて人にこう説明する時に使えるとか、さまざまな今までと違う使い方があります。教育現場への iPad の導入は大学だけではありません。福岡の私立高校では来週から授業で使う予定で、佐賀県武雄市も小学校か中学校で秋以降の試験導入を決めています。それにしてもなぜパソコンではなくて iPad なのでしょうか。
タッチパネルでですね、こう動かしたりとか、こういうものが非常に直感的に使えるっていうことで、まあ、パソコンを操作するっていうような操作方法を覚えるとかですね、そういったことがほとんどいらないんですね。例えば小学校や中学校とか、あるいは幼児教育といったような場面でもですね、大勢で手で触れて音が出るとか、絵本の代わりに利用できるとか、さまざまな利用方法が今後ですね、出てくるんではないかと。教育現場に少しずつ広がる iPad、 新しいコミュニケーション手段として授業のやり方を変えるかもしれません。 IT 製品に詳しいですね、野村総研の松永さんにお話を伺ったんですけれども、はい、iPad を実際に使ってみると意外とこれ何に使うのだろうかと思う人が多いかもしれないと。現在は電子書籍を見るような使い方が主流なんだろうけれども、今後は次々と開発されるアプリケーションが始動する形で、まあ、使い方はどんどん変わっていくというか新しく生まれていくんじゃないかということですね。アプリケーションも出てくるし、自分でどう使うかというのもこう積極的に探っていかないといけませんね。いろんな可能性が詰まっているということなんですね、うん、はい。